さあどうもこんにちは、キナです。今回は全90体のですね、最新全開覚醒のおすすめ度っていうのを全て紹介していこうかなと思います。かなりね、見やすくスライド作ってきたつもりなんで、最後まで見てもらえると嬉しいです。注意事項書いてある通りです。気になる方だけ読んでもらえたらなと思います。一応ね、前期270位ぐらい取ってね、5と取ってるおじさんなんで、参考にしてみてもらえると嬉しいです。でね、ぜひチャンネル登録してもらえると、いつもね、皆さんに損しないような情報をお届けしているんで、お願いいたします。そんなわけでやっていきましょう。さて、全開覚醒についての説明していくんですけども、主に覚醒させる方法って3つあるんですよね。で、1つ目がガチャですね。このガチャの画面入ってもらって、全開っていうところがあるんで、ここでね、対応しているキャラクターのガチャを引くことができます。で、2つ目が超時空ラッシュの交換所になりますね。イベントのおすすめのところで、この下の方にですね、超時空ラッシュっていうのがあるんですけど、これをね、クリアすることによってメダルを入手することができます。そのメダルとこの覚醒ザットパワーを入手することができますね。で、3つ目が超連戦バトルになります。同じくイベントのおすすめのところから入ってもらって、はい、こういうね、今やってる超連戦バトルの海洋剣とか、最近来た全開覚醒キャラクターの、Z パワーをね、手に入れることができるイベントとなっております。さあ、そして全開覚醒のキャラクターなんですけども、黄色の星7つまで行ってないと覚醒することができないんで気をつけてください。赤の星マックスまで行ってると、まあ最強の状態で使えるって感じになっています。全開覚醒の、説明になりました。さあ、属性ごとに紹介していこうと思います。 Z ってついてんのが特におすすめの覚醒なんで、最優先でやってほしいやつですね。先ほど3つ紹介したやつの中でも、無課金でね、作るキャラクターとかはちょっと入手方法変わってくるんで、まあそれぞれで調べてもらえるか、まあコメント欄で聞いてもらえるといいんじゃないかなと思います。まず左上から少しずつかいつまんで喋っていきましょうか。グレートサイヤマンはまあ無難に使いやすいですね。ヨダメとかもそこそこ持ってるし、状態異常効かないし、落ちバフとかもあるんで、戦闘要員としても優秀だし、 Z アビにしてあげで赤の根血の全開アビリティなんで超汎用高いですね。で、新しい赤ベジット、これめちゃくちゃ強いですね。性能も Z アビ全開アビリティも全部ね、かなり強いキャラクターになってるんで、まあ絶対作った方がいいですね。はい、無課金で作れるんでね。で、右上の親子ご飯に関しても超強いですね。戦闘優秀って書いてありますけど、まあ全開アビも赤のその1だったかな、結構強いですね。だから Z アビが1捨て上げなんで、まあ右上にしたって感じです。さあ、そしてアビリティ要因として優秀なキャラクターたちを取り上げていきましたんですけど、赤ロゼはめっちゃ強いですね。赤ロゼは本当に特に未来とか使ってる方には超おすすめなんで使ってほしいですね。で、まあギリ戦闘要因にもできなくもないんで、まあロゼ好きな方はって感じです。で、右下のカカロットに関しても、まあ悟空の体力上げしつつ赤のサイヤ人に全開アビ上げなんで、まあ作ってほしいんですけど、全然復刻しないんで今は入手できないですね。さあ、青属性になりますが、青属性ってそもそも全開覚醒してるキャラむちゃくちゃ多い、プラス優秀なキャラクター多いですね。とりあえず左上に配置しているキャラクターは全部紹介していこうと思います。まずバカ野郎悟空ですね。変身するやつ、このキャラはね、本当にアビリティとして使われること多いですけども、このバトル性能もね、独自の性能持っててかなり優秀なんで、ぜひね、7突してる方は作ってみてほしいですね。とりあえず適当な編成に入れといたらアビリティとして活躍してくれます。で、パンも Z にしましたね。アビリティとしてはご飯ビーストに全開覚醒乗せられるし、戦闘も優秀なんで、まあ左上でいいかなということで。で、魔人ベジータもまあ最近の方ですね、覚醒した時期は。なんでまあ戦闘能力も高いリミテッドキャラクタープラスステージが高くて、青のベジータ一族の全開日なんで、まあ強いよねって感じですね。で、青バーダックね。これはもう皆さんご存知じゃないですかね。スーパーサイヤ人に対する敬意をかけつつ、最強の Z アビリティ、そして青のサイヤっていうね、全開アビリティ最強界のステータスというか性能を持ってるんで、まず作った方がいいですね。で、ベビーに関しては、まあ、最近 GT が流行ってるんで、戦闘優秀の枠に入れました。全開枠として入れてもいいかなって思ったんですけど、まあ、そんなに青の GT 他のキャラで強いのいないかなって思ったんで、とりあえず右上にしています。で、左下のキャラクターたちについても、まあ、結構ね、全開覚醒の難易度が低いキャラクターたち多いんで、まあ、結構割とおすすめだったりしますね。特に、ブルー悟空に関しては、確か無料で Z パワー3000手に入るんで、誰でも全開覚醒させやすいと思うんで、そこそこアビリティ要因としてはおすすめですね。で、米印のマークつけてるんですけど、アビリティとか、
まあ、あとはね、選出とかそんなに強くないんですけど、まあ、地下の大会でね、めちゃくちゃ優秀なんで、まあ、作るなら作ってもいいんじゃないかなって感じのキャラクターには米印をつけています。ご飯に関してはスーパーサイヤ人の青なんで、まあ、アビリティも結構強いですね。さあ、そして緑属性になります。緑も結構前回のキャラ増えてきましたが、まあ、左上のキャラたちから紹介していきましょうか。ムキテロちょっと迷ったんですけど、まあ、どっちでも割と強いね。アビリティはもちろん最強クラスのキャラクターなんですけど、まあ、徳川無効とかも持ってるし、スーパーサイヤ人とかだったら強いと思いますね。で、マタナ悟空も、正直環境トップについていける性能ではなくなったけど、まあ、バトルランク、マックスぐらいまでだったら頑張ったらね、連れていけるかなと思ったんで、はい、あとはアビリティ要因としてはもう最強クラスなんで、絶対作った方がいいですね。で、ベジータですね。ブルーベジータに関しては、リミテッドで、ニカグーに捨て上げの Z アビリティ持ちつつ、神の木の緑なんで、超汎用的ですね。で、悟空4ですね。悟空4も、このキャラ、今 GT がクソ熱いんで、悟空ベジ4にね、全開アビリティかけつつ、選出もできるような強さしてるんで、まあ、ゾメパとかで使うなら、全然運用可能だと思うんで、おすすめですね。で、右上は、まあ、歯茎悟空だけは結構ね、僕注目していて、カワチェンの時にカード破棄とか、あ、カード破棄じゃないわ、玉破棄とかできるんで、まあ、ライジング遅延とかの性能持ってるんで、結構優秀じゃないかなって思っていたりします。まあ、そんなところですかね。今熱いアビリティ4位のキャラとしては、スーパー17号とかはね、緑の GT 上げなんで、これも極ベジ4にかかるんで、おすすめだったりします。さて、黄色属性になります。まあ、優秀なキャラクターで言うと、龍拳悟空4ですね。左上に配置してますが、このキャラはね、本当に今、環境トップでやれるキャラクターなんで、めちゃくちゃ、まあ、難突してる方は最優先で作った方がいいですね。で、劇場の、悟空のやつも、まあ、結構汎用的な性能してるんで、まず持っといていいと思います。で、全開アビリティも黄色の劇場で優秀なんで、おすすめですね。で、最新のブルー海洋拳なんですけど、選出面は優秀ですね。そこそこ戦えるんじゃないかなって思ってます。で、Z つけてる理由なんですけど、今の超連戦バトルで無料で作れるんで、やってほしいってことで Z にしていますね。ただ、アビリティ要因としては、左下に配置されてるゴッドベジータの方が強いと思うんで、まあ、絶対選出しないよっていう方はゴッドベジータでいいですね。そんな感じです。黄色のキャラクターね、結構強い全開キャラクター多いんですけども、レジェロ悟空とかがね、個人的に戦えなくなったんが、ちょっと残念ですよね。やっぱり無課金キャラクターの全開って、すごく登場した時って強いキャラ多いんですけど、時代を感じてしまいますよね。うん、といった感じでございます。まあ、結構無課金で作れるキャラクターが黄色には多いのかなって感じですけど、そうですね、ブルー海洋拳とか、龍拳悟空砲とかあたりを優先して作ってもらえたらなと思います。さあ、最後になります。紫属性ですけども、これはね、本当に優秀なキャラクター多いですね。特に選出できて、アビリティも最強クラスっていうキャラが多いんで、紹介していきます。まず左上から、スーパーベジットですね。このキャラは絶対、もう紫のキャラで一体迷ったんだったら作っといていいと思いますね。環境で熱い合体戦士の Z アビリティ持ちつつ、バトル選出も、まあ、戦えるぐらいの性能持ってて、しかも全開日が紫のサイヤ人なんで、超汎用的ということで、絶対作った方がいいです。で、カマロゼですね。カマロゼも、ほぼ最新の全開覚醒キャラクターで、選出面バカ強いです。もう、10戦したら半分ぐらいの確率で見る使用率になってると思うんで、まあ優秀ですね。全開アビリティとしても強いし、Z アビリティも超優秀なんで、間違いなく作った方がいいキャラクターです。で、右上のフリーザに関しては、正直ね、ケーフが流行ってる時にはめっちゃ強いキャラクターなんですけど、今あまりケーフ流行ってないんで、まあ Z は、つけれないかなって感じです。ただまあ、ケーフ使いたいよって方は絶対作った方がいいです。で、アビリティ優秀なキャラクターたちですね。悟空3に関してはサイヤ人の2捨て上げですね、しつつ紫サイヤ上げなんで超汎用的です。バカ野郎みたいな感じで使えるのが強いですね。で、合体ザマスに関しては今の未来パーティーで熱いですし、アビリティとしても最強クラスなんで Z つけております。で、21号ちゃんですね。21号は体力上げしつつ人造人間の紫上げなんで、まあ人造系統とか再生とか使う方にはおすすめ。絶対全開させといていいキャラクターだと思います。そんなところですかね。紫の全開覚醒も優秀なキャラクター多いんで、結構迷うかと思いますが、特に優先してほしいのは
紫のスーパーベジットと、まあ、カマロゼあたりかなと思います。タグに合わせて使ってもらえたらなと思います。そんな感じで今回はですね、全90体の全開覚醒キャラクター一覧を紹介して、おすすめ度優先度っていうのを紹介させていただきました。少しでも参考になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあお疲れ様でした。